代々ゾーラ族の王女が将来無婚なる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんか知らんけど、ゾーラの無婚になるかもしれん私。あ、こっちだね、こっちだね。ほら、兵士が守ってるじゃないか。何、怖いよ。ひえー、うるせえ。怖い怖い怖い、何？何やってんの？ミファー様、見ててくだされ。かつて鬼軍曹と言われたこのセゴンメが、今こそ神獣バルッタを撃つっつら。何してるの？お主はまさかリンク。ミファー様が仇。ここであったが100年目空。このセゴン自らが叩き切ってくれる。何のこと？知らばっくれるか、英傑リンク。お主はミファー様を厄災ガノンから守れなかったぞら。あれから早100年。ああ、ミファー様、おいたわしや。今度こそは。ふん。今更お主の助けなんざ借りんぞら。外の鬼軍曹ことこのセゴン。たとえこの身朽ちようとも、ルッタに電気の矢を浴びせ、ミファー様の無念をお晴らしするぞら。わかったら今すぐ立ち去られい。これその電気の槍じゃない。ほら、電気の矢、電気の力が封じられた矢。当たると砕け散り、周囲に電気が発生する。特に金属製や水に濡れたものには効果が大きい。なあ、ごめん、怒る電気の矢を触る練習中と言っとろうぞろが。え、そうなん、触る練習しよったんや。このセゴンを目の前にして、その狼藉。こうなったらお主が責任持って神獣バルッタを沈めるぞらよ。えけん、いいよりやん、そうやって。ふん。お、なんか知らんけど歩き出したわ。またお主か。わしは電気の矢の有無に関わらず、神獣バルッタに一人特貫する所存ぞら。止めてくれるなよ、リンク。危ないよ。かあ、何を申すか。かつては戦場に現れるだけで鬼と襲えられたこのセゴン、神獣バルッタを止めるくらい赤子の手をひねるも同然、造作もないことぞら。しかし今日のわしの運勢は怪我に注意らしい。仕方ないので日を改めるぞら。占いとか信じるんやね。意外と可愛らしいじゃないか。これはこれはよくぞ参られたぞら。ゾーラの里は今まさにあなたのようなハイリア人を探しており、とにかくまずはこの上におわします。ん？このハイリア人、昔どっかで見たような気がするぞら。話の続きは何、そこで終わったの？あっち側にもいるのね。おお、お主はゾーラ川で会ったハイリア人。あ、そっかそっか。タッカさん、さあ、ドレファン王と指導士がお待ちです。ぜひ帰るとお会いください。二人ともちゃんと里に帰ってきてるのね。ゾーラの里にたどり着けコンプリート。なんかもうついた。おお、でかっ。怖っ。こういうとこってなんか周りにさ、武器になりそうなもの。ああ、ちょっと見ます。まだ見渡しよるとこやのに。何あれ、何あれ、なんか頭がでかいよ。あ、どうも指導王子。すげえな。おう、そなたがシロン連れてきたハイリア人。よくぞここまで来てくださった。わしはゾーラ族の王、ドレファンであるぞよ。お、ゾラじゃない。ん、そなたの腰のもの、それはシーカーストーン。ん、よく見たらそなた、ハイリア人の英傑リンクではないか。わしを覚えておらんかの。ハイリア人の英傑リンクが、あの英傑その人なのか。そうだ、確かにそう聞いた覚えが。これは驚くべき出来事かもしれないぞ。ハイリア人の英傑リンクが今ここに。まさしく驚くべき出来事だよ。それにしても懐かしい。ほれ、かつて幾度もあったであろう。命運が尽きたと聞いていたが、生きておったぞよのよ。長すぎる眠りに記憶がないっていうとこ。なんと、記憶がないと。我が娘ミファのことは覚えておるぞよ。わからないのごめんね。まさかミファのことも忘れてしまったと。あんなにソラタと仲の良かったミファを覚えておらんぞよか。この里の風景、ミファの像を見ても何も思い出さんぞよ。全然なんだよ。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれんぞよ。できれば。父上、ここで姉上のことは。リンクも混乱していますと。おう、そうよな。それにしても、知らずに英傑を連れてくるとは。シド、お前もやるぞよ。どんな笑い声。リンク、
そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。実は今、この里は水の神獣バルッタのせいで、存亡の危機に見舞われておるぞよ。単刀直入に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。そなたの力、貸してはくれまいか。急に入ってきた。お待ちくだされ、ドラファン王。ハイリア人助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。むずり。ゾーラのヒレ折れなどと大げさなことを。言葉を慎め、むずり。リンクは俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中、頼れるのはハイリア人しかいない。この前みんなで決めたではないか。彼なら俺たちに力を貸し、この里を作ってくれるに違いないぞ。そうぞよ。リンクは紛れもなき英傑。今はこの里が、いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ危機的状況。ここはゾーラもハイリア人もない。謙虚にヒレを畳む時ぞよ。ドレパン王はもうお忘れになられたぞら。ハイリア人どもは信用できませぬ。100年前古代文明の力など持ち出してハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。しかも、しかもミファー、しかもミファー様まで帰らぬ人となってしまった。リンク、ルッターは水の真珠、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。最近突然水を吹き上げ出したせいで、この辺りは激しい雨が続いている。もともと我らゾーラにとって水は空気も同然。それだけなら困ることもなかったぞよが、東にある貯水湖が溢れそうなのだ。もし貯水湖が決壊してしまったら、この里はもちろん、川島に住む者たちにも甚大に被害が出るぞよ。おお、あれが神獣バルッタの声。また神獣が吠えておるぞよ。どこにおるん？全然見えんけど、霧で。なに、これでかっ。まあ、神獣が小さいわけないか。てか、めっちゃ機械的じゃね。なにこれ、神獣なん？なに、機械？ゾウ？ゾウやんね、鼻が長い。水の神獣バルッタ。ソナタラの姫ゼルダ殿の厄災が現れる前に神獣についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの花壇に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしいぞよ。だが今は暴走して電気が流れておらんぞよ。事実、セゴン G がルッタの方に電気の矢を当てた時は確かに水は弱まった。だが俺たちは水星の一族、セゴン G とて電気の矢を扱うには限界が。結局ゾーラに扱える電気は足りなかったのか、ルッタの水の勢いは戻ってしまった。だからそれならばと俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。もちろん俺がサポートする。一緒にルッタを止めてくれないか。実は、何？何？オンシゼルダとの導きで神獣の中に入り沈めようと思っていたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ。ハイラル城で。なんとなんと、そうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、神獣の中に入り、こちらの手に取り戻せば、ガノンを封印する手助けになるでもしれんぞよ。リンクにもそんな目的があったのだな。よし、俺も協力するぞ。暴走が止まれば乗り込むこともできる。リンク、一緒にルッタを沈めよう。わかった。リンク、ありがとうぞよ。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命なのかもしれんな。ゼムは急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。おお、何、ゾーラの鎧、泳ぎスピードアップ。代々ゾーラ族の王女が将来無根なる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんと滝を遡ることができるようになる。おお、すげえ。なんか知らんけど、ゾーラの無根になるかもしれん、私。それを着ていれば、ハイリア人でも我らゾーラのように滝のぼりができるぜよ。これはあれじゃない？ミファー様の婿になるやつに渡すつもりやったとかじゃない？どうか大切にな。ドレファン王、ゾーラの鎧を渡すのですか？それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なものですぞ。それを英傑であったとはいえ、
何の関係もないこの男に渡すなど何たること。あんまりです。わしは納得いきませんぞ。でもさ、相手の男ぴったりに作っとるってことはさ、ミファーってもしかしてリンコのこと好きやったとかじゃない？仲良かったらしいし。むずりめ。あれは我が娘ミファーの教育係だったぞよ。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時、ハイリア人嫌いが決定的になってしまったぞよ。ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。大丈夫よ。そういえばルッタを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておくよう命じておいたが、出て行ってしまったぞよ。リンク、ムズリは俺が説得するからちょっと待っていてくれ。電気の矢はどうしたらいいの？一本だけさっき手に入ったけど。シド、あの話をするつもりぞよな。どの話？リンク、ムズリはおそらく下の広場にいるぞよ。そなたも行ってやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。了解です。水の真珠バレッタ。あ、とりあえずちょっとあの装備を変えておこうか。ゾーラの鎧。おお、いいね。フードが似合ってなさすぎな感じになったけど、まあいっか。なんか兵士たち歩き回りよるけど大丈夫な？思い出したぞら、このお方は。しかしこのお方が指導王子が連れてきたハイリア人なら話ができすぎている。まさかとは思うが一応確認するぞら。独り言が長いよ。旅のお方、質問があるぞら。ちびっこスババタンの合言葉答えるぞら。何ちびっこスババタンって？白い雲、澄み渡る青。ゾラ？間違いない、本物のリンク様ゾラ。その通りだけど、やはりこの合言葉はちびっこスババタンしか知らないはずゾラ。それにしても変わらないゾラね。この100年間どうしてたゾラ？眠ってた。そんなに眠れるわけないゾラ。さてリンク様、私にご用ゾラ。あなたはスババタゾラよ。100年前にはリンク様によく剣の稽古つけてもらっていたぞらよ。なるほど、そうなんやね。おかげでめきめき剣術も上達し、今やゾーラの里の兵隊長ぞら。おお、すげえ。リンク様、恩に着るぞら。他にも聞きたいことがあるぞら。ドレファン王って、ミファー王女、そしてシド王女の父君ぞら。ミファー王女が厄災ガノンにやられて、もう100年。さぞかし寂しい時をお過ごしのことぞら。なるほど。ミファーって、リンク様、まさかミファー様のことをお忘れで。ミファー様は里の者が皆憧れるゾーラ族の姫君。そして覚えてないぞらか、ミファー様はリンク様のことを。あ、やっぱり。詳しくはドレファン王に聞いてもらうのが一番かと思うぞら。では、あれやね、今の若者たちは結構リンクのことを慕ってくれているわけだ。ありがたい、ありがたい。は、異常なし。して私に何か用ですか？あなたは私ですか？私の名はタッカ、新米の兵士です。ところでハイリア人、このゾーラの里まで単身来られたお主のことだから、よほど良い脇物を持ってるんでしょうね。脇物？技物か。それほどでも。そうか、私も支給されたこの銀鱗の槍に不満はないんですが、世の中には使用者を選ぶと言われる伝説の剣があるらしいですね。私も武器に選ばれるような立派な兵士になりたいものです。いいな、私にもその槍ちょうだいよ。で、この下っていうのはこっちのことかな。どこどこ、この辺。あ、おるおるおる、あっこに。どうも。こんなとこまで来たぞらか。お前に用はない。ムズリを聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上から何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。ほんと本人を前にしてやね。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬぞ。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございません。現にこやつは何も覚えておらんですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、
お前は知らんだろうが。へえ、切なすぎるね。なんかお亡くなりになった後でやっとリンクに思いが伝わったわけや。お、何？なんか思い出す？リンク仲が良かったらしいよ。お、なんか思い出した。あ、あれか、神獣バルッタ。ん？あの鼻の先に乗っとるのがミファーとリンクかな。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で無茶してすぐに怪我をして、その度私はこうしてあなたを治してた。美人だな。ハイリア人のあなたは気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、成長が遅いっていうことか。ゾーラ族は。私あなたの傷を治してあげられるの嬉しかった。いいね、癒しの力があるの。復活するかもっていう厄災ガノンはどんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことは。え、でもこれ100年前ってことやろ。ミファー様ってこんな小さい、どんなに過酷な戦いになったね。こんな小さい女の子やのに、みんながガノンに向かっていったんやね。傷ついてしまった時は私が治す。何度でもどんな怪我でも私はあなたを守りたいから。はあ、超けなげ。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいにまたここへ遊びに来てくれる？これが100年前の思い出か。どうしたリンク、大丈夫か？生まれたての稚魚みたいにフラフラと。どうしたぞろ。ミファーを思い出した。都合良すぎ。バカにするな、ハイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないぞろ。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ。証拠があるというなら見せてみるぞろ。証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるぞろ。お前はまだ気がつかないのか。リンクが着ているものをよく見てみろ。ん？服を変えてこようとわしはお前のことなど。それはさっきのゾーラの鎧。ミファー様ご自身が鉄から作られたもの。なんとサイズがぴったりだぞら。これはどういうことぞら。これでわかっただろう。あの上の思い人が誰だったのか。誰のためにこの鎧を作ったのか。この鎧がリンクにぴったりなのが何よりに証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだとお前には言うなと、ミファー姉さんが口止めしていたそうだぞ。さあ、協力する約束だぞ、ムズリ。電気の矢どうやったらたくさん手に入る。お前のことだ。もう調べてあるのだろう。ミファー様は子供のために鎧を作っておられたとは。ハイリア人に助けを借りるのは嫌ぞらが仕方ありませぬ。わしもゾーラの男、一度吐いた泡には責任を持ちますそら。一度吐いた泡。電気の矢がたんまりと手に入る場所教えましょうぞ。どこどこどこ、うん、あそこに見える雷獣山、そしてその先端の試しの岬。その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いているぞら。わしらゾーラが喰らえば一つまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。私もひとまりもないんやないんそれ。そうか、獣人ライネルか。あいつは電気の矢を使う魔物。奴から電気の矢を奪うということだな。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう。真珠を沈めるには電気の矢が、そうさな、20本以上必要ぞら。お前に集めることができるぞらか。何を言うんだムズリ、大丈夫に決まってる。
よしリンク、早速行動開始だぞ。雷獣山には早速東の滝を登るのが近道だ。あ、そっか、滝登れるんか。早速その道路に鎧が役立つぞ。滝壺まで泳いでいって一気に滝登りだ。俺は真珠の槍東の貯水庫で待機する。電気の矢が20本以上集まったら来てくれ。任せろ。よし、協力して真珠に挑むぞ。何、ライネル強そうだな。電気の矢が欲しいなら雷獣山に行ってみるといいが、あそこには電気の矢を放ってくる凶暴な魔物ライネルがいるぞら。まあ命の保証はできないぞらね。ふう、なるほど。ということはだ、ここじゃないね。ここじゃなくってこっちでちょっと。はいはい。電気この辺か。虫と一緒に煮込むと薬に。虫この辺か。電気に強くなる薬をちょっとね作って持っていかんとね。頑張り薬、頑張り薬やないかただの。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。